HBC ラジオカーナビラジオ午後一番今週のハイライト北海道のラジオ局 HBC ラジオで平日月曜から金曜お昼12時から午後4時まで生放送でお送りしているカーナビラジオ午後一番数多くある今週の面白かったやらかしちゃったシーンを今週のハイライトとしてお届けします恥ずかしい <laughs> ぜひお聞きください さああやってまままいいりりししたた今週も一間ありがとうございましたこのコーナーは番組内で今週起こった面白いシーン爆笑シーンを振り返って聞いちゃおうということですけれどもね、はい、早速いきましょうか火曜日12月7日の12時台、はい、えメッセージテーマが「私のファーストチョイス」。はい だったんですけれども、うんえー、ラジオネームメロンさんから頂い,いたメッセージで「テレビ番組を見るかどうか決める時のチョイスは、はい、イケメンが出てるかどうか?」というてメッセージからなんか「放送事故が起きましたお聞きください面食 <laughs>、えー、いの私は見る番組は まずイケメン俳優さんが出るかどうかで選びます。私のチョイスはイケメン俳優が出ることです。<laughs> はい。だからカーナビラジオもヤスさんが。 イケメンだから聞きようになりました。そう。<laughs> 声がね。あこ。<laughs> 一言避け。え？でもやっさん、うん、イケボってことですかいわゆる？イケボ。イケメンボイスイケボ。イケボ,イケボ。僕はもうイケボです。本当ですか？ちょっとハスキーなセクシー。 セクシーハスキーボイスです。いやいやいや、あれでも、なんか、この前、なんか、それこそ、また。あれ、太ってると思ってましたみたいなメッセージ来ませんでしたっけ。これだけだと、イメージは、あの、イージー。誰ですかね。絶対デブキャラだと思われるんですけど。イケメンボイス。どうです。イケボ。ー名前呼んであげたらいいんじゃないですか。何が。そのイケメンボイスの中で。メロン。呼び捨て。メロン。今日はメロンメロンにしちゃうぞ。 <laughs> <laughs> 大丈夫でしたか、今なんか、なんか大丈夫ですか。ちょっと放送事故っぽかった、今ね。<laughs> さらにこの日なんですけれども火曜日ねカーナビ担当ディレクターの男のディレクターがその日お休みだったんですよでお休みでね買い物に行きながらねポケットラジオで聞いてたんですって本当ですかイヤホンで聞いてるじゃないですか耳元で「今日はメロンメロンにしちゃうぞ」って言われてすごいゾワってきたらしいです。 今日はメロメロにしちゃうぞっつってゾワ,ゾワゾワってうわワって、ね、<laughs> 聞いてる人はこういう感じなんですねって言ってた皆さん大丈夫でしたか <laughs> 大丈夫でしたか <laughs> えー、代わって同じく火曜日十二月七日ですはい、えー、今度は三時台のベストファイブのコーナーですがえっ、ー、とパンにおける私のファーストチョイスベストファイブというテーマだったんですけれどもえーあ, <laughs> えー、ある仕掛けがありましたお聞きください 塩パンあふわふわなパンがちょっといただきますね塩パンえじゃあ私もいただいてみていいですかうんうんうんいただきますうんどうですか甘い甘い甘くておかしいなあの美味しいですあまず美味しいですよ美味しいですよねはいあのつぶつぶがすごく美味しいちょっとごめんねちょっとすみませんラジオ君の皆さんちょっと待ってくださいねはいこれさ豆パンなんだけどはいえ豆パンですよね 近くで塩パン買ってきてもらってい要するに前もほらこのコーナーエアーで食べる真似したりエアーありましたね一番ひどいのはおわんと箸だけしかなくてあたりましそういうことありましたおわんと箸だけでエアーで食べましたよねやりましたやりましたではさすがにエアーじゃダメだろうなと思って豆パンを1個ずつ用意しましたんでえっまさかこれで1位までやるってことですかそそそそうううう 変わって第三位アンパンですかすったねなんでかすってかすってます豆がパンでしパンとアンパンでかすったねかすってるてるじゃあ第三位のアンパンをいただきましょうアンパンいただきますか今まで塩パンウインナーパンと食べてきましたけどここでちょっと甘いの入れるっていいですねい塩お食事券いただきますはいうん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 うまい大正解はい あの割って食べましたので今割って食べたからあんこがすぐ口に入るっていう食べ方でえ私はいただきました何を,何を解説してんの <laughs> 別にえ何ですか別に怪しんでないですよあそうですかこれはだってあんぱんとして食べられるじゃんまあこれは豆パンは <laughs> まあ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 、まあ、豆パンってでもはいあのなんていうのうん、うんうん、とこの 甘い豆だからはいそう甘納豆甘納豆だからはい、うん。ほぼあんぱんじゃないのまあでも下の粒あん的なちょっと違うか違いますねやっぱりこうあんぱんは下のあんこの滑らかさを感じながらパンを食べるっていうこうそれがあんぱんの食べ方だと思いますじゃあ豆のパンとは違うんだな別物ですよはい。まあそりゃそうですよねじゃあダメだダメだっていやダメじゃないですよ かなり、僕の中では、アンパンを食べた感じには。なりましたね。美味し,しいです。さあ、この、エア、エア。パンならぬ、全部豆パンでやるっていう。企画自体、どうなんでしょうか。どうですかね。パン、ね、わ、ね、かる。ね、<laughs> もうや、やらなくていい。<laughs> もうやらなくていいってガラスの向こうの女性ディレクターが言ってきたんですよ。れたよううないやれれれるででしょねそそはは多分正解すただこれもねの同じくさっきの火曜日と同じ日ですからそのお休みで外でイヤホンで聞いていた男のディレクターはちょっと番コーナーの最初のところ聞いてなくて途中から聴き始めたらすげえ5種類のパンわざわざ買ってきたんだと思って聞いてたらしいですよ。 だから食レポスうまいってこと。普通にあ言わなければ分かんなかったんだよ。五種類五種類のパン塩パンウインナーパンアンパンメロンパンカレーパン食べましたよって言っては分かんなかったって。本当ですか。ねえだから持ってない。いいんじゃんそれで。良くないですよ。どうせ見えないんだから。いやいやインターネットカメラはありますからね。皆さんお願いします。ねえだからまたまたそういう機会があれば。 え、またやるんですか?。チャレンジ。チャレンジしたいと思います。<laughs> いいですね。以上、今週のハイライトでした。